多くの皆様の民意は賛成という方向に決定をしたわけでございます。それに基づきまして粛々とですね、議会では12月の議会におきまして全会一致というようなことをもちまして佐野市との法定合併協議会の設置案を可決をしました。同じ日に佐野市も佐野市の議会もですね、法定協議会設置案を議決をされました。そしてここにおられます佐野市長と前町長の張り替え市とともにですね、栃木県の福田知事に合併協議会の届け出をしたわけでございます。12月26日に県知事の方からですね、佐野市と岩船町は法定合併協議会をしてくださいという認めをいただきました。それに基づきまして岩船町は合併協議会、佐野市との合併協議会を進めるというようなことで方向付けがなされたわけでございます。本来であれば協議が十分になされて来年の3月31日には新しい佐野市の一員となるわけでございました。ところが一人の指導者の権限と称する権力ですね、それにその行いによりまして合併協議会は2回目で休止というようなことになってしまいました。非常に残念なことであります。そのことによりまして今岩船は混乱と不安と不安定なそういう街になってしまいました。一日も早く安定した皆様の満足のいく調整を取り戻したい、そういう一連のもとに今回私は立候補を決意いたしました。今回の多くは選挙は多くの皆様の特別な思いを込めた選挙になるというふうに思っております。将来の岩船町の本当にこう未来の子どもたちのためにもですね、皆さん本当に大事な選挙であります。同日に行われます議会議員の選挙もまた町長選と同じく大きな意味を持つ選挙となりました。私は今回立候補にあたり岩船町の最後の町長になると、そういう覚悟で臨んでおります。任期は4年であるというふうには考えておりません。一日も早く佐野市との合併協議会の再開に向けて、ぜひ岡部市長にその申し入れを行いたい、その一連で頑張っております。8月11日正式に記者会見の場で私はこの思いを述べました。そして17日から岩船町全町を一軒一軒歩かせていただいております。足が棒のようになる、まさにその言葉を肌で感じました。そして一人一人の町民の皆様の不安と不満に満ちた声をたくさん聞きました。日に日にですね、私はこの町を本当に早く正常に戻したい、そういう思いが心の中に日々
重なって強く私の決意となっております。ぜひ私を町長にしてください。皆さんの思いを一緒に叶えましょう。これがこの浦和レッズの未来であると私は信じております。私は今回立候補にあたり3つの約束を掲げました。一つは町政の一日も早い安定を目指します。皆様の不安と不満に満ちたこの町への思いをですね、一日も早く払拭し、安定した満足のある町政を目指していきたいというふうに考えております。二つ目、合併を推進します。この町の財政は決して本当に厳しい財政にあるというふうに思っております。私議員の4年間総務常任委員会に在籍をさせていただきました。4年間ではありますが、町の財政企画に関わり勉強をさせていただきました。残念ながら自主財源、この町で自分たちで使えるお金がね、残念ながら本当に少ない。そういう中でも長期にわたっての岩根口単独での調整というのは本当に厳しいものがあるというふうに実感をしております。そういうことで合併を推進したいと、そういう思いであります。先ほども述べましたが、一日も早い佐野市との協議会の開催を目指します。そして十分な協議をしまして、皆様に協議の情報を公開します。そして、よりよりこの地域の将来を作るように頑張ります。3番目でございます。行財政改革を推進します。これはまさに岩張町だけではありません。国もそうです。県もそうです。そうしなければ、行政は皆様に満足のいくサービスは到底停止することはできないと思います。事務及び事業の見直しですね。これを図って、今ある財政の中で、安全な、そして安定した行政を作るということを目指します。この3つの約束を掲げながら、安定した町づくり、それを目指して頑張りたいと思います。皆様には本当にここに至るまで多くの協力とご苦労をいただきました。それを決して無駄にしたくはありません。それが9月27日の最後の戦いであると思っております。最後まで私も頑張ります。皆さんも最後まで力強いご支援を私にお願いします。本日は誠にありがとうございました。簡単ではございますが、私の決意の一端を述べさせていただきました。最後まで応援よろしくお願いいたします。